ああ、昨日はすまなかった。すまん。つい勢いで。してもらえたならいいんだが。その言葉を使うのにふさわしい時と相手がいたなら、その時に使えばいい。軽々しく使うな。神聖な言葉だぞ。
太郎、早速デートに誘ったか。ルチアがさっき飛んできて教えてくれた。体がふわふわ浮いてるみたいな感じ。まさか自分の一番の夢がこんなにあっさり叶うとは思ってなかったんだろう。慣れるとルチアは感情が読みやすい。嘘のつけないタイプだ。そうか、残念。
いい知らせからお願いしますわ。あらあら、ありがとうございます。悪い知らせは？なぜ？代わりは？欧州にも応援のつてがあったのでは？それでは手柄は私の独り占めかしら。世界で何か動きが？我々ガーディアンはそれほどまでに浅はかな組織だったのかしら。見にくいですわね。みんな欲の皮を突っ張らせるから。Thank you.
しかし私たちにはむしろこれほど大掛かりな陽動こそが風祭り師に鍵が潜伏していることの証拠となる。我が教区も我が教区で手柄独占を目論んでいるようにしか見えませんわね。焼肉屋でそれが言えたら信じましょう。極東上層部は風祭り師に対し何か対策を？あら、我が国には専守防衛の部隊がいたのでは？その災害は全地球規模になるでしょう。一度でおしまいな事態には対応できない。まったりと。数奇教団はどの程度に状況の理解を？いいじゃないですか。豪州と手柄の山分け。私、オージービーフ好きですし。あら、しずるちゃん。いつの間に。いつの間に。霜降り肉より前？焼肉屋さんより前。ま、そういうわけね。焼肉、ブルジョア。そっちの話じゃなく、うん、情報では、ガイアはすでに鍵の潜伏範囲を特定し、狭めつつあるという。私の見立てでは、連中は近いうちに大掛かりな一斉行動を起こすわね。連中に先んじられるわけにはいかないわ。我々が先んじ、イニシアチブを奪い返さねばならない。先んじなければ、負け？ええ、そうよ。世の中、すべては先んじた者の勝ち。恋もビジネスも。焼肉も。後出しで勝てるのは？じゃんけんだけ。よくできました。ところで、ルチアちゃんは？今日は一緒じゃないの？先んじられた。え？何？